爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。キャッチされた。ここから打つのか。キャッチできない。これはコーナーキック。出た。いいボールですよ。シュート。ヘッドでパスを送る。中へ放り込む。ファーポストを狙った。ドリブル。前半あと10分です。これはちょっと危険なプレーでした。大きくクリアしました。さあ、このまま攻め上がれるか。スローイン。流れを止めた。激しい攻防。前半戦終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は0対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。後半開始の笛です。後半5分経過しました。先制点を与えてしまいました。さあ、もう一度見てみましょう。
これはちょっと危険なプレーでした。うわー、これは危険なタックル、退場でしょう、間違いなく。いやー、これはちゃんとボールに行ってたんじゃないですか。そうですよ、闘志あふれるプレーこそ我々が望んでるものなんですから。これはゴールキック、オフサイドを取りに行った。スローイン、ここで折り返す。さあ、どちらのボールになるのか。シュート、交代選手がウォーミングアップを始めたようです。選手交代がありました。これはちょっと危険なプレーでした。スローイン、試合の流れを呼び戻しました。スロー VTR でご覧ください。彼は本当に試合を、1ポイント選手です。1人目、あっとこれは痛い。2人目、確実に入れました。2人目、慎重に決めました。1ポイントのビハインド。3人目、よし決まった。3人目、スタジアム全体からため息が漏れます。4人目、固くねじ込みました。4人目、大きく一つ息をして助走を取ります。安堵の吐息と無念のため息が交錯します。5人目、スタンド全体が息を呑みます。確実に入れました。 PK 戦を制して勝利をものにしました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。